まあ、子どもの時から絵描してもらったり、あんまりこうゲームとかしてなくて、自分で物作って遊んだりとかしてたので、そんなに僕にとって写真撮るとか、まあ、ギター弾くとかも今もずっと遊びの延長でやってるみたいな感覚がありますけど、父親は染色画家で京都の友禅染めの工房で着物に絵を描いてた人で、すごい友達が多くて、で家に毎週大人の人がパーティーしに来てて、で大人と触れ合う機会がすごい早い段階からあって、でこう大人に気に入られるようにこう自分の発言を操作するみたいなことを多分自然になんかやる、自分を多分守るためにやろうとしてて、でなんかその嘘をついてこううまく乗り切るみたいなタイミングが何回かあって、なんかそれはもしかしたらその今の写真の表現とかにすごく直結してるあの経験だったかもしれなくて、大人になってからまあそれ普段我慢してる、なんというか人をうまく操作して騙してることが気持ちいいっていう感覚を作品で発散してるのかなって、ちょっとだから自分が作ったものが本当は嘘でできているのに、それを見た人が本当だと思ってるところに興奮するみたいな変な性癖みたいな、それはちっちゃい時のなんかちょっとなんか歪んだ経験というか、同級生とか同い年とは接すると、なんか考えないようなことを考えてたから、あのそうなったのかなって最近思い返したりしてますけど。